1959年10月2日の日食は、1959年10月2日に観測された日食である。アメリカ、スペイン領カナリア諸島、モロッコ、スペイン領サハラ、フランス領モーリタニア、マリ連邦、フランス領ニジェール、イギリス領ナイジェリア、イギリス領カメルーン、フランス領カメルーン、フランス領チャド、フランス領中央アフリカ、スーダン、エチオピア帝国、 イタリア新宅島地領ソマリアで、海域日食が観測され、ヨーロッパのほとんど、アフリカのほとんどおよび以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。海域体が通過した、海域日食が見えた地域は、アメリカ北東部のマサチューセッツ州北東部と、ニューハンプシャー州南端の小さい部分、スペイン領カナリア諸島、モロッコ南西端のごく小さい部分、スペイン領サハラ北部、 モーリタニア植民地北部、マリー連邦北東部、フランス領ニジェール南部、イギリス領ナイジェリア北東部、イギリス領カメルーン最北端、フランス領カメルーン最北端、フランス領チャド南部、フランス領中央アフリカ北東部、スーダン南部、エチオピア帝国南部、イタリア新択東地領ソマリア北部だった。また、回帰日食が見えなくても部分日食が見えた地域はカナダ東部、 フランス領サンピエール島、ミクロン島、デンマーク領グリーンランドを全部、アメリカ東部、イギリス領ベミューダ諸島、カリブ海地域のほとんど、南アメリカ北部沿岸、ヨーロッパのほとんど、アフリカのほとんど、西アジア全部、パキスタン中西部、インド西端、アフガニスタンのほとんど、中央アジア中西部だった。アメリカ合衆国ニューイングランド地域の中心都市ボストンでは、 火が出たすぐ後回帰日食が始まった。雨のため回帰日食が見えなく、回帰食の終わりの後空が顕著に明るくなった。雲の上に飛んでいる飛行機から日食を撮影し、ニューヨーク上空で多重露出した写真家がいた。偶然だが、ボストンで見える次の回帰日食は2079年5月1日で、同様に火が出たすぐ後である。 オランダのユトレヒト大学とアムステルダム大学の観測隊はスペイン領カナリア諸島のフエルテベントラジーまで観測した。フランスの経済学者、物理学者モーリス・アレは1954年6月30日と今回の回帰日食を観測するとき重力が変動したことを発見した。後にアレ効果と命名された。ありがとうございます。